アンダルシア民族記、ブラス・インファンテの功績を称えるモニュメント、アンダルシア人の父ブラス・インファンテ・ペレス・デ・バルガスは、スペインの交渉人、歴史学者、人類学者、音楽学者、作家、ジャーナリスト及び政治家。アンダルシア民族主義に基づいた独立運動を主導したことから、アンダルシアの国父と呼ばれる。ブラス・インファンテ・ペレス・デ・バルガスは1885年に、 スペイン南部のカサレスで法廷書記官ルイス・インファンテ・アンドラーデの子として生まれる。1898年の米西戦争でのスペイン敗戦で国内が苦しい経済状況に追い込まれると、インファンテは家計を助けるために父の仕事を手伝いながら学校に通っていたという。1906年にグラナダ大学法学部を卒業し、1909年に 交渉人の仕事を得て、アンダルシア最大の都市セビリアへ転居した。交渉人として働きながら、次第にインファンテは、セビリア大学の学者や学生たちと交流を持ち、同大学で展開されていたアンダルシア主義をめぐる論争に加わっていった。その背景には、交渉人という仕事を通して、アンダルシアの球場に深い憤りを感じていったからだと言われている。インファンテは、 アンダルシアの街角には貧困が溢れていると後に語っている。インファンテはスペインが単一国家から小国家の連合体に移行することで、スペインという枠組みを維持しながら独立心の強い核、地方に独立国としての地位を与えることを主張した。急速な独立と国家主義的な地方弾圧の双方を否定し、それまでのスペイン体制で培われた。 経済網を引き継ぎながら、各民族の政治的独立を進められる連邦制こそが、各民族にとってもスペインにとっても最善であるというのが彼のモットーだった。1915年、インファンテは、自らの主張となるアンダルシアの理想を執筆した。この著作で彼は、アンダルシアの歴史、文化的な特徴を示した上で、今の貧困と民族的抑圧からいかにアンダルシアが、 脱却すべきかを説いた。1918年、インファンテは、常時主義を参考にしつつ、アンダルシア地方のロンダ市で、アンダルシア連絡会議を組織した。彼は1883年に宣言された、アンダルシア自治憲法を会議の規約とした。今日、アンダルシア自治州が採用している緑と白からなる、アンダルシアの国旗と紋章も、この時に、インファンテが採用したものである。 1920年、インファンテはかつてカステイリア王国軍をサグラハスの戦いで破り、十字軍からアンダルシアを守ったセビリア大主アッパード三世アルムーの伝記を執筆した。アンダルシアの独自性はイスラム帝国との関わりが最も大きな要因であると考えていたインファンテは北アフリカのアラブ文化やベルベル文化に傾倒していった。 1924年にはモロッコを訪問して、そこでアルムーの子孫とされる人物と面会している。1928年、ガリシアやポルトガルを訪問して、そこでガリシア独立運動と交流を持った。王政が再び倒れ、第二共和制に移行すると、インファンテはアンダルシア独立と連邦制移行を推進する運動を活発化させた。1931年に、 共和政府からコルデリオの交渉人に任命されたインハンテは地域政党の一つであるアンダルシア自由党に参加して初代党首となった。同党は連邦主義、反中央集権、選挙制度、教育、経済政策の見直しなどを主な主張として掲げた。アンダルシアの自治運動は複数の政党が乱立したために必ずしもうまくはいかなかったが、その中で インファンテはアンダルシア独立に関する理論を体系化していった。1934年に彼はより独立運動を進めているカタルーニャの州政府を訪問して意見を交換している。1936年に行われた総選挙でインファンテを中心とするアンダルシア独立運動の諸政党は人民戦線の一翼を担う形で選挙に挑んだ。したがって、 人民戦線が政権を獲得すると独立運動も大きな前進を見せた。1934年7月5日、人民戦線政府はアンダルシア自治共和国樹立を承認して、その初代首相にインファンテを指名した。だが、その数日後に中央集権を望む国家主義勢力によってスペイン内戦が引き起こされる。スペイン内戦の末、共和制は、 ファシストの支援を受けたフランコ軍に倒され、インファンテも反乱軍のセビリア占領の際に拘束された。フランコが命じた処刑リストの中にはインファンテも加えられていた。自由主義者にして地方民族の指導者であるインファンテは重複してリストに2回載せられていたという。1936年8月11日、セビリア郊外のカルモナに向かう街道でインファンテの 銃殺が執行された。現在、フランコ支配の終わったスペインで、地方自治が見直される中、アンダルシア独立に殉教したインファンテは、民族的英雄とみなされている。パーラメント・オブ・アンダルシア、ブラス・インファンテ、ファーザー・オブ・アンダルシア・ハット、コンスティトゥーシオン・フェデラル・リージョナル・パラ・アンダルーサ、マイナス・ウィッキソース、ジュンタデアンダルシア、シンボルズ・オブ・アンダルシア、 ありがとうございます。